話。そう、それでね、みたらし団の話もしたいんですよ。なんでみたらし団って名前になったっていうね。かわいいでしょ。まあ、3人一致でみたらし団だったんだね。そう、人たらし団。いや、まあ、トトは可愛くて人をたらすし、ルリはもう、ルリも可愛いもんな。あの二人はなんか言葉巧みに人をたらしそうだよね。わかる。でしょ、可愛いでしょ。うん、なんでみたらし団になったの？あのですね、みたらし団の、まずみと、らがミランで、ミタのタがトトで、ラが、ラがミランで、シがルリ。で、ミタラシで、そこにダンをつけたよっていう話。うん。いっぱい、本当にいっぱいくれて、皆さんありがとうございました。もう本当にし、みんなでね、本当にすげえ、天才かみんなっていう話をしてて。もうトトたちさ、1時間か2時間ずっと3人でさ、どう決めか、何があるかな。もう何日、1時間2時間どころじゃない、何日経っても決まんなくて、何にも思いつかねえみたいな、何だろうねみたいな話をずっとして、何も思いつかなくて。そう、でも本当にみんなマジで天才で、すごい、本当に良かった。あ、トトね、あの、サントーリってお名前もすごい好きだったの。ミランのミがサンだからサンで、あとトトと、トトのトと、しおりはのおりでサントーリっていうお名前だって、サントーリじゃないですサントーリ。ね、ちょっとね。みんなやることも方向性も全然違うからさ。まあ、いろんなね、あの見方ができるんじゃないかなって思って。すごい好き、サントリーじゃないって言ってんだよ。あとね、トドたちがね、もしバイトしてたらすごい良かったなって思ったバイトですっていう。お名前もトド好きでね。トトの職業であるバーサーカーのバと、犬のおまわりさんのイと、時魔道士のトから取ってバイトですっていうのがあって、これもすごい好きだった。うん、他にもね、本当にいいのばっかだったんだよな。で、そう、白滝も良すぎて、トトがより白滝推しだったんで、白滝よくないって。白滝は、しおりはのりとみらんのらと、太陽のたと、あと、同期の木ってことで、白滝。うまくない？うまいよね。これ、みらんかな？みらんが、これいいって書いてあるわ。ただいま。みらんが色つけてるけど、とても好きだな、これ。ただいま。太陽のたと、犬のおまわりさんの糸、なんでとこそこは他行のただったのかすっごい気になるけど。魔道士の間でただいま。おかえりそう。急にただいまから始まる。だから、もしただいまだったら、はい、皆さん、ただいまただいまのタッチつってトトです。これはね、本当にいろいろあったね。本当に素敵なお名前ありがとうございました、皆様。うん、そう、まあ、確かにそうかも。もしトトたちがエゴサしますってなったら、確かに難しい言葉かもね。そう思うと、いろいろひっくるめてみたらし団いいかもね。うん、あー、なるほどね。みたらし団の挨拶をただいまにするか。あー、なるほどね。それも確かに。急に書いてくる。急に。あんな、なんか殴り合いをしといて、急になんか、急
やだな。あ、戦ってますよ。今もうリーダー決めようとしてますよ。それで言うとね、あのみたらし団の放送の時にさ、まあ、初コラボの時にさ、あの17時ぐらいから集まってたの、5時くらいから8時からだったんだけど、すごい早めに集まって、あのゲームの動作とかいろいろね、あの確認をしてたわけで、その後にさ、あの急にね、配信5分前くらいになって、待って、これさ、そのままやったらさ、あの BGM 入るわってトトが言い始めてこのままだと、あの多分ゲーム音と他のそのミュージックの音楽が一緒になってしまうわ、どうしようって話を5分前にトトがし始めてしまいましてもうみんなして、わったわった急にわったわったですよ、うん、トトが悪い5分前でも優しかったんだよ、ルリとか。あのトトさんの作業量が多くなってしまうから、私が開きますね、ゲームのみたいな話もして、ありがとうって言ってで、トトはトトで作ったは作ったけど、なんかもそう、5分前になって急に気づけました。なんで、でもどう、いいじゃないですか、いいじゃないですか、リーダーの、そしありますよ、あります、あります、段取りますじゃあ急に気づいたんだよ、急に思ったんだよ、そのゲームも開いてね、あの他のゲーム開いてで、こう OBS を見た時に、あれと、これさ、みんなこれ多分無理だ、まあ、ちょっと話すとさ、あのディスコードで繋いでお話ししてるから、デスクトップ OS で一緒になるわ、パソコンゲームだしって言って、急にあ、じゃあ、あのここは、私とミラーさんで繋ぐんで、その間トトさん頑張ってくださいって話になって優しかったでもリーダーはトトがなるよ、リーダーがね、いつもね、やっぱりね、場をね、こう引っ張っていくのはね、トトだと思うから、なんでよ、なんでよ、なんでよ、寝言ですかいいだろってもう、うん、ってことがあってね、急に気づいたって話、うん、ミランさんのおかげで毎日が楽しいです、ありがとうございます、私はね、リスナーさんのおかげで毎日が楽しいです、ありがとうね、あの皆さんがね、楽しい一日を過ごせるのは嬉しいですね、私もね、なるべくあの毎日おはようとお休みは送るようにしてるんですけどね、それもね、なんというか私の時間の感覚なのでね、おはようお休み全然意味がないかもしれないんですけど、あの皆様のね、少しでもそのなんというか心頼りとはちょっと違うんですけどね、一つのおまじないですよね、こういうものは、なればなと思っております。おはようが毎日昼で逆に助かる、あ、本当ですか、よかったよかった、本当はね、毎朝8時とかね、皆さんが起きられる時間に一緒にあのご挨拶できればなとは思うんですけど、何分ね、この窓しだいぶぐうたらなもので、エンジンがかかるのが遅い、本当にね、日がない一日ずっとアニメを見てることとかありますしね、うんうん、あれ、トトさんいました？私のあれね、全然ね、トトさん見れないんで、魚を掘ってみましょうか。どこだ？あれ？だ？わからないな。あった。朝活誘うくん。あの、誘われたらね、あの、全力で起きますんで、誘われたら、なので、あの、誘わないでいただけると大変助かりますけどね。はい、ありがとうございます。ミランの朝活みたい。そのね、時間帯のね、活動がね、不安定なのでね。